やっほー、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 やっほー。うん、あさってなんです、コンサートが。緊張する。チケット発見してきた。あ、ほんと？いよいよって感じですね。受験です、よろしくお願いします。嬉しい、ありがとうございます。あ、なんかもうどっから話せばいいのかよくわかんないんですけど、そうですね、オサムの総踊りバージョンがアップされました。あ、総踊りバージョンの MV がアップされました、ついに。あと40時間、え、あと40時間ないとか言わないで、やばい、緊張しちゃうじゃん。そう、あ、で、オーサムのその MV を見ていただきたいなというのです。なんか総踊り本番の映像を入れた、そのもう完全版みたいな感じで、そう、あの最後のそのスピーチのところも入れてくださっていて、あの新潟総踊りさんに出演させていただいた時に、最後私マンホールの上で、あ、マンホールの上は目印なんですけどそこでそう一人で喋ってたところまで入れてくださってところ、嬉しいって思いました。はい、あ、そう、立ち位置ちょっとカメラとかで、はい、抜くためのあの目印で覚えてたところ、マンホールなんではい、フォローしました、嬉しい。なんかさ、もうなんか、あ、ちょっと聞いてくださいよ、このなんか期間、私ショールームできてなかった期間にめっちゃ、なんかあんまり忙しいとか言うの好きじゃないんですけど、忙しいって、なんか何、世の中の中に私よりもっともっとこう、もうすごい、もうもっともっと忙しい思いをしてる方は多分いらっしゃると思うけど、でもそんな方々の中の仲間入りができるくらい自分の中では忙しいって思うような日々を送っていたすいません、長くて、そうそうそうなのだったんですけど、なんか手に湿疹が できた、なんかで、びっくりして、そう、初めての出来事だ。なんかでも疲労とかが原因なのか、ちょっと原因がね、わからないんです。そう、原因はちょっとわかんないんだけど、手に違う、そう、えって思って、食べ物とか変なの、いや、でもね、でもなんかもうよくわかん、そう、リカちゃんも忙しすぎてジンマシン出たって言ってた。あ、ほんと、え、でもなんかリカさんはよく行ってらっしゃるイメージ。まあリカさんは日々忙しい方だから、なんかよ、なんかつぶやいてたの、つぶやきをぼやきを聞いたことがある。でも私別に今まで疲れとかが体に
なんか出たことがなかったんですよ。なんか出る人と出ない人といるじゃないですか。そう、蕁麻疹ができるとか、なんか、まあ、できない人も、別に同じくらい疲れてても出ない人もいるし、そう、でも、なんか手のひらに出て、で、私一人で皮膚科に行ったんです。初めてね、そう、初めて皮膚科に行ったの。一人で、皮膚科に行ったのが初めてなんじゃなくて、一人で行ったのが初めてだったんです。なんか、あ、もうこれはやばいと思って、でも時間もなくって、時間もないから、なんか時間がないから、時間もないから、もうこじ開けて、こじ開けて、 なんていうの、空いてるところを狙って、そう、皮膚科を予約して行ったんですけど、そう、なんか私普段そんなにめっちゃ元気だから病院とかも行かないんですよ。病院とか本当にもう5年ぶりくらい、予防接種以外では本当にもう5年ぶりくらいなんです、行ったのが。もう自分の体に異常が出たということで。そう、本当に風邪とかもひかないし、なんか体調不良とかないんですよ。そう。でも手がみたいな、なんかもう痛がゆいみたいな、触ると痛がゆくなっちゃって、でもう、でもそう、聞いて、なんかお薬手帳ってあるじゃないですか。お薬手帳が、あの、あんまり病院に行かないから全然埋まらなくって、で、その小さい時、めっちゃ小さい時から使ってたお薬手帳だったんですよ。そう、まだそのめっちゃ小さい時になんかから使い始めたお薬手帳を未だに使ってて、その表紙の柄が、あの、10年前のプリキュア、ハートキャッチプリキュアって知ってますか？なんですよ。10年前から同じお薬手帳を使ってるので、ハートキャッチプリキュアなの。でも、もう恥ずかしいけど出すしかないじゃないですか。しかも私毎回お薬手帳忘れたことないんですよ。そう、だから更新されなくて、10年前からずっと。そう、でもその話を青にしたら、なんか忘れたりしたら新しくしてもらえるよっていうのを聞いて、病院に行かないから、そんな、なんか何、病院のそういう、何、そういう空気と空気感とか、なんか全然よくわかんないんですよ。お医者さん作ってくださいって言ったらくれるの？それ知らなくって、普通にプリキュア出して作ってくださいって言えばよかったのか。だって10年前のプリキュアだよ。でもハートキャッチプリキュアが10年前になった、10年前だなんてもう信じられない。めっちゃめっちゃ世代だった、ハートキャッチプリキュア。そう、あの、病院に一人で行ったのも初めてで、しかも初めて行く皮膚科だったんですよ。そう、だから迷子にならないかどうかっていうところもかなり不安だったんです。私はもうその日一日で何個ミッションをクリアしたかって感じ、本当に。しかもなんかちょうどよく劇場に忘れ物もしたりとかしてたから、それも取りに行った。それは別に私のせいなんですけど。すいません。そう、そう、あ、自分で歩いて行ったんです。そう、歩いて、なんかスマホとかで地図とか見たりとかなんかしながら行って、
そう。そう、そう、しかもスマホバグってるから、そうなんですよ。私もういろんなことが重なって、もう本当に本当に嫌になっちゃってて、なんかもう手がね、とにかくね、夕方になるにつれてメンタルは安定してくるんですけど、朝になって目開けるじゃん。で、この手があるじゃん。で、手がなんか腫れてて、なんかで、なんか手もグーにできないくらい腫れてたんですよ。で、なんか全体が腫れてるっていうよりかは点々と腫れてるんですけど、そうで、でもう触っ、なんかちょっと刺激を与えたりとか、なんかもうメイクも嫌になるくらい、なんかキャップとかペットボトルのキャップとか開けるのが本当に痛くって、なんか痛がゆい、痛ってなって、その後その痛みの余韻っていうか、ジンジンが痒くって、そうで、もうそれがもうずっと手に、ま、なんかもうついてる感じだから、もう本当に痒いみたいな、もう本当に嫌だみたいになっててもう無理、待って、本当に嫌だ、本当に無理、どうしよう、え、生きていけない、生活すらまともにできないって、半泣き状態で家を出て、バグって全然使えない携帯と葛藤しながら、病院の地図とか見て、皮膚科行って、で、10年もののハートキャッチプリキュアの表紙のお薬手帳を恥ずかしそうに出して散々でしょ？そうなんだよそうなんだよ、ワインみたいに言うなそう、ハットありがとうございます。あ、そう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 、でも今はお薬出してもらったりしてたから治りつつある。まだ完治はしてないけど治りつつあります。ご心配なく。でも初めてその時はなんか、あ、病むってこういうことなのかなっていう気持ちになりました。はあ、ちょっとなんか病むの定義がわからないんですけど、悩むと病むは違いますよね。私の中では違うんですよ。もう深呼吸したくなった。いや、なんかでも病むの感覚がちょっと未だに分かんなくって、多分私はまだ病んだことがないんですけど、でもなんかあのすごい病むの上級者の方とかは結構人それぞれ、人によりけりだけど、なんか結構割とすぐ病むみたいな言葉を使う方っているじゃないですか。そういう方からしてみたら、病むの定義って割とあの軽い症状からも病むっていうのが入るのかなとかっていうふうに思ったりするんですけど、でもそれだったら、じゃあ私も病むに入るのかな、なのか、でもそれは別にただポロッと口癖みたいな感じで言ってるだけで、本当はそんなに病んでないのか、ちょっとあの私本当に
本当にもう自分でもムカつくくらいよくそういうのがわからないんですけど、でもまあなんかそんなにこう周りの人を心配させたくないなっていう気持ちもあるから、そんなにあんまりちょっと軽い症状でそんなに言わないんですけど、忙しいとか痛苦しいとか、なんか多少の体の不調はなんかまあみんなまあまああるよねっていう感じかなと。でもそれでも今回今週くらい、先週から今週にかけては本当にもうなんか私運が悪いのかな、なんか結構その運の悪いところがこうなんか積み重なるんですよね本当に。でもそれ以外は別に元気なんですけど、はあ、なんか運が悪いのもそうだし、普通になんか抜けてる、間抜けドジポンコツ、なんかもうそんな感じ。で、なんだろう、普通の人と違うところ、なんか決めるところで、いや待って、ここは流れ的に決めるでしょっていうところとかも決められないもう本当に悲しい。そうなんです、あと容量が悪いし、なんか人の話もめっちゃ集中して聞いてるつもりなんだけど、後から「え、何その話聞いてないよ」みたいな、なんかぼーっとしてる自覚は本当になくって、めっちゃ集中して一語一句聞いてるつもりなんだけど、でも本当にぼーっとしてる時も、まあ、正直あるんですけど、あるんかいって感じですよね、すいません。でもめっちゃ今日こそは絶対後から注意されないように本当に注意し、もうすべて一語一句、耳を立てて横にも縦にももうバンって聞き耳を立てる、よく聞くみたいな、でちゃんと理解するをしてるんですけど、後から何その話みたいな。でも最近は少しずつなくなってきました。加入当初は一番やばかった、もう加入当初は本当に良くなかった、もうそういう部分が、もう聞いてないよの話が多すぎて。でも最近はそれこそもうそれも TDC コンサートからです。TDC コンサートの時も容量が悪いのとドジすぎて、なんかもう私エレクトーン習ってた時もそうだったんですけど、一個できなくって言われて一個できるようになると、それまでできてたことが一個できなくなっちゃうみたいな、なんかそうなんですよ。右手引いてて右手もうちょっとこういう風にやってみようかみたいな、もっと滑らかに弾こうかみたいな、でそれにめっちゃ意識してたら左手間違えてたみたいな、なんかそういう容量の悪さと、あとあれですよね、なんかダンスとかも同じじゃないですか。なんかダンスってなんか私初期の頃下手すぎて調べたんですよ。そしたらダンスってなんか頭で考えながら振りをこう覚えたり踊ったりする人と、
頭というか体で覚える人の2パターンらしいんですよ。でどちらかというとその体で覚えた方が結構スムーズにいくらしいんですけど、私は多分頭で手腰肩みたいな感じで覚えてるから、そこが多分頭で理解しようとすると結構遅くなっちゃうらしくって、それを知ってああなるほどねって思って、でもなんか最近は頭で覚えてはいるんだけど、なんかやっぱり慣れが大事なんだなっていう風に思ってきました。なんかもちろんこう生まれつきの才能とかもあると思うけど、私は多分才能は本当になくってなかったんですよ。でもなんか体を動なんかあと同じ動きとかなんかサイドステップとかだったらなんか染みつくじゃないですか。とかなんかいろんな振り付けを経験することによって、なんかこういう時こういう風な動かし方ねとか、ここに力体重乗っけるのねとかっていうのがだん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 分かってきたら、新しいのにもだいたい対応できるような体になっていくんじゃないかなっていう風に思って、ダンスで悩むっていうのは、まあ、まだまだあるけど、そんなに初期の頃よりもうダンスでもう自分のことが大嫌いになるみたいなことになることはそこまでなくなりました。でも別に得意って言えるほどじゃないから、まだまだ頑張らないといけないんですけど、そう、そうですね。コンサート楽しみだね。あ、50分ありがとうございます。あさってだよね。わかるよその気持ち。誰の気持ち。あさってなんですよ。あさって、え、みんなもう新潟にもういる人とかいるのかな。当日に来る？音が聞こえない？音聞こえますか？今消えちゃった。あ、でもちなみに今これは私携帯からやってるんじゃなくて iPad からやってるので、いつものバグです。いつものバグっていうのもなんかおかしいけど。え、待って待って、これどうすればいいの？カラオケ、あ、やばい、もうこんな時間。もうこんな時間、やばい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 、いきまーす。聞こえる？あーあーお。ローラリレイローラ、ローラリレイローラ、ローラリレイローラ、おー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 、足しびれた。そんなことどうだっていいよね。人に乗って踊らせ踊るしかないし、やっと近くに来てバスタムだって、今日だけは全て忘れて、もっと激しくヒテク踏んで完全燃焼、おーさんみんなで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 、愛し合ってるか見せつけてやろうか、おーさんみんなで盛り上がってるか、やばいくない、あいつもこいつもハッピーでルール無用、おー
がいろいろとあるもんだけど、どうにかこうにかわかん、頭からにして揺れよず体が勝手にグルーヴしてくるレスパティー、ずっと夢見てた今日が来ること、そんで自由を手に入れた。オールナイトで騒げ、おさきぼうよ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 、信じ合ってるか、愛の力は何があっても永遠だよ。へかすおさきぼうよ、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 信じ合ってるか、誰よりも今日の空を忘れるな、また会おうなって。ララリレリララ、あ、ノートノート、イエーイ。これから先も何があるか、一寸先の未来は闇だ、心配ばかりしたって始まらないだろう、だから今は踊れ踊れ、無我夢中でエンドレス、楽しくやろうぜ、おさみんなで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 、愛し合ってるか見せつけてやろうじゃん、本当の自分さらけ出せべ、おさみんなで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 、盛り上がってるかやばいくない、あいつもこいつもハッピーでうるむよ、おお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 おイエーイ、ありがとうございます。はい、続いてはじゃあ常連の復唱をします、します、いきます。春カメラ常連復唱いくぞ、おー、村から出ない、村から出ない、村で過ごす、村で過ごす、村で村の外の告知をしない、村で村の外の告知をしない、遥かに集中、遥かに集中、村から出ないというより出れない、村から出ないというより出れない、見えるのはハルルンだけ、見えるのはハルルンだけ、村でエンジョイ、村でエンジョイ、ハルルンは優しい、ハルルンは優しい、ハルルンをそれはそれは熱く押す、ハルルンをそれはそれは熱く押す。はい、ありがとうございます。じゃあちょっと壇上の方をお呼びします、よっこいしょ、いきます。13位クッキーモンスターメガネさん、12位サルミヤッキさん、11位マッハさん、10位サカケンさん、9位ヒカッチさん、8位ゼータンさん、7位タダッチさん、6位オノピーさん、5位アイミラクルさん、4位トシヤさん、3位ナカムーさん、2位まじめちゃんさん、1位コテーツさんです。はい、ありがとうございます。皆さん今日も見てくださってありがとうございます。10月がねちょっといろいろやらせていただいてるので、配信がなかなか難しかったりとか、ちょっとね10時までなんですよね、私の配信できる時間がね。そうだからお仕事とかも10時までしかできないから、10時にお仕事が終わったらその後ショールームができないんですよね。すみません。まあ、でもね大きくなったら12時までできるので大きくなったら、はい、そうですね、ということなので、またあの明後日のコンビニ、間違えた、コンサートぜひ楽しみにしててください。頑張ります、ありがとうございましたこっちがいいです、コンサートコンビニ。
コンビニ好きです。コンビニ楽しいです。ありがとうございました。お楽しみにコンサート待ってます。緊張する、緊張しちゃうよ、どうしよう、緊張しちゃう、どうしよう、緊張しちゃう、あー